皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、私が今までリアルに何度もリピートして買っている、まあ、フレグランスだったり、あとボディケア用品、あとは化粧品とかスキンケア用品とか、いろんなものを今日持ってきたので紹介していきたいと思います。まずはじゃあスキンケア用品からいきたいと思います。こちらビオデルマの水クレンジングです。これはですね、もう見ての通りもうあとこれしかないんですけど、もうね10本以上は買ってます。これはヘアメイクさんが持ってる率が一番高いものですね。水クレンジングって拭き取りできるので、顔洗えなくてメイク取りたい時とか、あと飛行機の中とかでメイク取りたいっていう時はもう水クレンジングを使ってるんですけど、これだとその後顔洗わなくていいんですよ。別にしなくてもいいので、ちょっと外出先とかにピュピュって落としたい時はこれ使ってます。まあ、ちょっと水クレンジングの中ではお高めなんですけど、やっぱり一番落ちます。リアルな使い方はここの出るところに綿棒を入れて真下にするんですよ。で水クレンジングにつけて目をこうやって伸ばして、こういう風にアイラインを取るんですよ。そしたら本当に綿棒真っ黒になるぐらい綺麗に取れるので、もうアイメイクとかにもすごいおすすめです。はい、で続いてこちらオーガニックコットンパフです。これオーガニックなので、やっぱりさっきのね水クレンジングとか使う時にこすってしまうことになるので、そういう時はこういうオーガニックとかでなんか肌に気使った方が、積み重ねなのでね、そういう時にいいなと思って200枚入ってるんですよ。200枚入ってて無農薬有機栽培麺っていう、食べ物みたいでしょ、なんか食べ物のオーガニックみたいな感じ。すごい、まあコットンとかもオーガニックがいいかなと思ってこれを使ってます。もうずっと5回ぐらいリピートしてます。続いてはこちらです。メタトロンという MT のスキンケアシリーズです。これはエステとかネットとかで買うんですけど、私も通ってる美容皮膚科で買って初めて使ったんですけど、もうなんといってもね保湿がすごいんですよ。だからもう乾燥肌とか敏感肌とかにすごくこれはおすすめで、でこの MT シリーズっていうのはいろんなラインが出てて、これが一番スタンダードなものなんですけど、もっとねアンチエイジングにいい高いものだったりとか、もっと敏感肌用だったりとかいろいろあるんですけど、これは本当におすすめ。正直言ってすごい若い子は別に使わなくていいと思う。すごく肌に悩みがあるとか年齢重ねてきてとかで使ったらすごく効果的だと思います。これはもうこのライン使いで5本ぐらい買ってますね。5本目ぐらいです。続いてこちらです。キールズの夜用オイルです。もう多分3本目ぐらいなんですけど、キーレスでは夜用と朝用のオイルが出てるんですね。でこれは夜用なんですけど、どちらかといえば私は夜にオイルを使いたいタイプなので、さっきのだったらこういうクリームがあるんですけど、化粧水美容液乳液クリームって使うんですけど、時間ない時とかにこれをこう一滴垂らしてクリームに混ぜてやったりするとより保湿効果が良くなるので、でこの香りが結構ねちょっとラベンダーじゃないけどぐっすり寝られるような癒される香りなんですよ。だからこれはね結構重宝してます。本当に保湿力もいいのでおすすめです。続いてはこちらです。ソーダスパフォームプレミアム。これは洗い流すタイプの炭酸のパックなんですけど、ちょっとね出してみていいですか。振って出します。そしたらこういう感じの硬い生クリームみたいな感じで出るんですよ。本来は顔とか首とかにやるんですけど、本当にすごいもちもちで、手にやるとしたらこうやって熱く塗るんですよ。髪の炭酸パックとしても使えるんですけど、こういう風に塗るんですね。これで5分から10分ぐらい待つんですよ。そしたら本当に普通の紙のパックをつけてるような感じになるんですけど、で今すごいじわじわあったかくなってきてるんですね、手が。で顔にやると熱を閉じ込めてるようなあったかさになるんですよ。まあ、炭酸ガスパックとかっていろいろ出てると思うんですけど、塗って
10分待って綺麗に撮ってその後洗顔してとか時間かかるのが多いんですけど、これは本当にこうやって塗るだけなので、あの5分ぐらい待って洗い流すんですね。そしたら毛穴がキュッて閉まってて、毛穴だけじゃなくてちょっとリフトアップとかにもなるんですよ。だからこう大事な撮影の朝とかにつけたらちょっと気持ちいい、肌がキュッてなったりして、でもこれはあの保湿力があるわけではないので保湿はまた別でやらなきゃいけないんですけど、これはすっごく私的にはおすすめで、有名なモデルさんとかも紹介してたんですよ。だから有名なモデルさん使ってたら間違いないなみたいな感じで使ってます。続いてはこちらです。ベレダのラベンダーオイルです。はい、これは、まあ、ラベンダーはあの特にこだわりはないです、ぶっちゃけ。でもこのベレダのボディオイルをすっごく使ってて、これは多分5、6本目なんですけど、このラベンダー特にちょっと夜とかつけて癒されるみたいな効果があるので今はこれを使ってます。でこれもなんですけど、もう一つこちらキールズのボディクリーム、キールズのボディクリームすっごく好きでずっと使っててストックしすぎてて、これ実は去年のクリスマス限定のボトルなんですよ。これもあの結構固めのボディクリームなんですね。で匂いもきつくなくすごく自然なので、これを出してその上からこのベレダのオイルをのせて、そしたらこう柔らかくなるじゃないですか。柔らかくなって全身に使う感じですね。はい、これもどっちも使ってます。そして続いてこちらです。ニュクスのオイルです。これは顔、髪、ボディ全部いけるんですけど、結構香りが独特で、これはね海外好きの女子の香りなんですよ。海外好きの女子の香りなんですよ。なんでこれは顔でも使えるんですけど、私は顔に使ってなくて、もう体とあとオイル持ってない時に髪に代用するぐらいなんですけど、とにかくこれはすっごいいい香りなんで、これで寝るとなんか自分の体いい匂いって思って癒されるし、ちょっとこれエロい香りします。本当はもっとちっちゃいのが王道で、これはフランスに行った時に安く買えてあの大きいものを買いました。はい、続いてこちらです。フェルナンダの、マリアリーゲルという香りのフレグランスボディミストとヘアグランスです。結構安いんですよこれ。プラザとかそういうあの薬局とかに売ってて、いっぱいいろんな種類があるんですけど、これすっごいいい香りで、シャボン系の匂いじゃないんですけど、お風呂上がりみたいな匂いがする、なんか生まれつきいい匂いみたいな、この匂いがするこれだからすごくおすすめです。安いしあの若い子も買えるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ香水いきますね。はい、こちらです。ジェルスチュアートの香水なんですけど、これも初めて使ったのが多分20歳ぐらいで、もう9年ぐらい愛用してるんですけど、すごい甘すぎず爽やかな香りで、最近使ってなかったからやっぱこの匂いを嗅ぐといろいろね、アイドル時代のねあんなことやこんなこといろいろ思い出すんですけどね、うん、これすごくいい香り、あんまり好き嫌い分かれないような匂いなのですごくおすすめです。これももうあとちょっとしかない。はい、続いてこれもちょっとしかない、こちらディオールのミスディオールですね。これ3、4本目であとこれしかないんですけど、だいたいこのミスディオールのこの色の香りって雑誌とか SNS とかのランキングに入ってますよね。1本持ってる人いるんじゃないかっていう感じなんですけど、これはもう嫌いな人いないでしょ、ずっと愛用してます。続いてこちらです。エルジューダのヘアトリートメントです。これはあのお風呂上がりにドライヤーした後につけるものなんですけど、通ってたヘッドスパで教えてもらって、これもすごくいい香りだし、プラザとかそういうあの薬局とかで売ってます。うん、優しい香りなので寝る前これだけとか、まとまらないって時にこれ1本使ったら便利です。はい、続いてこちらです。ミシャのクッションファンデです。クッションファンデ大好きで、いろんなの使ってデパコスとかプチプラのものとか韓国のものとかいろいろ使ったんですけど、これがコスパも良くて一番もう月が良くて、私の肌にはこれがすっごく合ってました。なので今でも使ってます。
はい、続いてこちらです。ソノコライトアップ BB の下地クリームです。これもヘアメイクさんから教えてもらって、すっごい綺麗になるので、よくテレビに出てる時は使ってますね。もう本当に今はこの YouTube 撮影してるからね、綺麗なライト当たってますけど、本当にライト当たんなくても当たってるかのような下地なので、肌が綺麗な方はファンデーションいらずだと思います。これだけでいいと思います。はい、続いてこちら、サンローランのボルプテティントインバームですね。ここが唇の形をしてた 2,3 年ぐらい前に流行ったものなんですけど、もうね、流行りとか関係なくずっと使ってるので、これもテレビに出る時によく使ってて、12番なんですけど、どの番組でも12番使ってるってぐらい使ってましたね。続いてこちら、マックのプライムリップです。これはリップ下地なんですけど、こんな感じになってて、友達に教えてもらって買ったんですけど、やっぱリップを塗るとどんなにいい口紅とかデパコスとか使っても結構剥がれてきちゃうんですね。でそれがすごい悩みっていう話を友達にした時に、マックで一番売れてるのはマックのこのリップ下地なんだよっていうのを聞いて、だからこれ買ってみたらすっごく良くて、縦じわとかなくなったりとか、皮むけも結構減るので、これすごくおすすめです。はい、最後はこちらです。ドトールバラニエンスちょっと言えないんですけど、のロッソという香りです。はい、これはお部屋のディフューザーなんですけど、これを使ったら他は使えないってくらいすっごくいい香りで、これをね今日持ってきたんですよ、せっせせっせと。そしたらなんとここにいるスタッフさん2人も、待って、これ使ってますって、すっごくいい香りって言ってたから、これって本当に一回使ったらみんな虜にさせるくらいすっごくいい香りなんですね。で私はこのロッソという、ちょっとあの見た目もですけど香りも赤ワインっぽい香りなんですね。でいろんな種類ある中でこれだけがなぜか高いんですよ。でも高級感あふれる香りで、もうね、いろんな友達がうちに来た時に、ね、めっちゃいい匂いするねってみんな言ってくれるんですよ。これのおかげ、これのおかげ。なんかさ、これって、まあ、ぶっちゃけ高いじゃないですか、はい、多分ね、あの知らない人はって思うと思うんですけど、この大きさで多分2万ぐらいするんですよ。高いでしょ。でもこれは嗅がなきゃわからない、すっごくいい香りです。でここにあのこういうディフューザーの棒みたいなやつを刺しておくんですけど、この大きさだったらだいぶ持ちますね。私今の家、今年の3月に引っ越して、まだ半分ぐらい残ってるので、4,5,6,7,8,9,10、もう半年以上、1年ぐらい持つんじゃない、これ。そんな持たないかな、わかんないけど結構持ちます。でいろんな香りがあって、他もすっごくいい香りなので、ちょっと試してみてください。プレゼントにもいいと思います。はい、ということで今回はですね、私のもう何度もリピートして買っているものを紹介したんですが、どうでしたか？もうね、多分今日紹介したものは一生買い続けるんじゃないかなっていうぐらいリピートすると思います。なのでね、今現時点ではこんな感じなんですけど、またリピートするものがあったら紹介したいと思います。はい、この動画がいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしてください。